千葉県千葉中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、前歯の差し歯の治療期間が長い人はどれくらいかかるのかという質問にお答えしたいと思います。と前歯の差し歯の、治療期間と、ここに簡単に描いた差し歯の絵がありますまずご自分の歯の根っこがあります。頭はこれ人工物になってますと、根っこがあって、根っこの治療をして土台を立てて削って型を取ってかぶせ物、クラウンって言いますが、になりますの治療期間を左右するのはこの根っこの治療、中の治療の時です。例えばこの根っこの先に、この根の先に根腺病巣といって膿の袋などが大きなのがあると、それを治すまでだったり、痛み、膿が止まるまで、痛みが治まるまでと、噛んだ時の違和感が消えるまでというふうにと治療を行ったりしますそうすると3ヶ月4ヶ月かかる方もいます。ただとそこまでだいたい今は、待ちませんが、回数かけませんが、やはり回数がかかるところはそこですと。根っこの治療自体が問題なければ、土台を立てるのが1回で、削って型を取って1回で、かぶせ物をして1回というような、その回数で終わる、治療ですと。詳しいご質問ご相談がある方はコメントいただければお返ししたいと思います。